ただきまーす。イエイ。いい香りだね。持ってた。うん。持ってた。いいね。うん、美味しそう。いただきます。いただきます。よくだったね。出し正解だね。出し正解？うん、うん、美味しい。うん、いただきます。ふわっとして美味しい。ビリヤニ。うん、美味しい。うん、美味しいね。うん。ビリヤニ合うね。うん、美味しい。あ、鶏肉美味しいね、これ。うん。うん、これ美味しそうだね。早く食べてみよう。はい、いただきます。こんなに美味しい。いただきます。ニューヨーク港の一番南、自由の南の真正面、まさにアメリカの出口というところにやってきました。うまっ。うん、美味しい。え、このヨーグルト美味しいね。インド料理で買ったやつ。自由としてさ、吴兴国小松仁到了。我行不秀，你行不秀，兄弟。下一站，南京龙江路口。南京龙江 intersection。大家有个路口。南京龙江路口。南京龙江路口到了。南京龙江 intersection。大家有个路口。
仕事終わりました。今からサウナとジムに行ってきます。もうこのね時間が一番好きですね。一日の中で楽しみです。もうすぐで1年経つな。このジムとサウナに通って1年経ちます。いやー本当この1年間ずっと通ってましたね。多分また来年、もう1年通うと思いますけど、ここです。見えるかな。多分日本の人はおなじみだと思うんですけど、ジェクサーフィットネススパ JR イーストグループ、ここです。ここの地下にあるんですよ。めっちゃおすすめ。サウナ気持ちよかった。少しだけ筋トレしてサウナ1時間コースです。イエイ。スパもあるんでね、すごい気持ちよくてね、おすすめ。今からちょっと夜ご飯食べます。やっぱり餃子を食べるに行くことになりました。めっちゃおしゃれなバーができてる。おしゃれだな。台湾メガネ屋さんがねめっちゃ多くて、その場で視力とか測って検査して、その場でメガネすぐ作れるんですよ。まあもちろんオーダーになったら、そのなんて言うんだろう、何日か3日とか4日とかかかるけど、マジで楽に作れるんで、台湾でメガネ作成おすすめです。ほらまたメガネ屋さん、街中メガネ屋さんって感じ。超ローカルな水餃子屋さんに来ました。いいね。あ、不好意思。いや、两位。你好。値段が修正されてる。10個ずつ。いいよ。10個。ガオリーツァイ10個。で、下が5個、あとはサンラータン1個、あとはカクシュシャオツァイ1個、これそんなもん増えた10個、はいよOK。あとここからね。おーすげえ。あそこでキャベツ切ってる。すげえな。ここでね、あれを作るんですよね。ソース作ろう。これに入れて作る。
ただきます。サンラータも来ました、うん、いいね、うん、サンラータレイジブラちょっとおすね、うん、うん、ミラ餃子うまっ。ここ美味しいな。サンラータにお酢とパクチー入れました。いただきます。もうサンラータも美味しいじゃん。あーうまい。このお酢もうまい。酸味が効いててちょうど。香り茶いただきます。うんうんうん、うまいうまい。外でキャベツ切ってるのすごい絵になるの。キックボーイズって書いてある。あ、Uバイクね。え、でもうわーうわー、ちょっと感動した。いつぶりや俺。うわー超久々見たよ俺。すごいいいタイミングだったね。うおー、たまやー、あそこってことはダーズじゃなくてなんだっけ、あのディファージェの奥の川だね。そうだね、この距離は多分。平日にあるんだね、すごい。ちょっと止まってみようよ。夜？うん、おお、わあ綺麗。8時かね。8時だからだね。Fireworks。ああ綺麗だなー。4、5年ぶりに花火ちゃんと見たかな。最後いつだろうな。台湾の警察二人乗りしてる。いいんだ。大谷のあれだ。お写真だ。